井岡町特急の帰ってきた無謀な企て第147回らっしゃい井岡町特急です。さあということで今回は、オンラインでこの方です。はいはい、リモートで立花でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、久しぶりということで、ちょっと今回はね別になんか体調どうこうじゃなくてね、まあまあ、はい、スケジュールの都合でこんな感じになりましたけども、はい、久しぶりにね、はい、この形でやらせていただいております。はい、さあよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、12月の4日の金曜日の、はい、夜ということでね、もう皆さんご存知の鬼滅の、刃の第23巻、はいはいはい、発売日。これはだから立花君も、まあ、そのニュースとしては知ってたでしょ。結構、いや、もちろんもちろん、コンビニにちらっと寄ったら、はいはい、フィギュア付きのやつが売ってましたね。あ、売ってた。はい。あ、そうか、じゃあ、見ました。高いやつだな、じゃあ、それセットで。あ、高いやつですね。5000円とかじゃないですかね、多分。4000円、5000円みたいな。そうか。いや、だからね、普通、まあ、それいろんな場所があるから分かんないけど、うちなんかは、はい、まあまあ、近くに本屋があるんだけど、はい。地元にはやっぱり、そこはもうね、売ってなくてね。あ、そうですか。あれです。だから、昨日も本屋に、久しぶりになんかの本屋に予約ってのはやりましたね。カード書いて、昔はそういうことしてたんだよね。よくね。昔はそうですね。そうそう、レコードなんかでもね、なんかまあレコードの CD とかで。はいはいはい、いや、昨日してね、まあ、一応それしといたら間に合いましたよ。あ、そうですか。はいはいはい、はい。そうそう。で、もう今日、もうね、単独ライブ9点も近いけど、からいろいろネタ作りもあって、あと今日はなんか新宿でライブなんかもあったけど、もう、はい、もう、あれなのよ、もうなんか、身に入らないのね、やっぱりね、もうね。もう、コミック気になっちゃって。気になっちゃって、気になっちゃって。だって、俺は本当にジャンプとかは読んでなかったから、はいはいはい。本当に知らなかったからね。はい。どうなるのかっていうのが最終決戦的な後が、もう、はいはい、もうどうなって、鬼舞辻無惨との戦いがもうどうなるのかとか、最後の終わり方っていうのを本当に知らなかったし、ネタバレ的なのも見なかったから、はいはい。まあ、うちの嫁はね、もうネタバレしそうになる、ね、ティーンエイジャーを、叱責するぐらいな状態になってますから、私今読んでるんで、やめてもらえますか、話すの、みたいなね。ピリピリピリムードがもう限界態勢ですよ、もう本当に。大変、大変ですよ。もう、下手したら鬼にな、うちの方が鬼になってましたけどね。いや、まあ、人は食わないと思いますけど、ね。人は食わないけどね、本当に。いや、やっぱ、そのね、まあ、話も、まあ、あるんですけども、やっぱりね、昨日の、あれですか、やっぱり渡部さんの、はい、記者会見、はいはいはい、謝罪会見というか、まあ、本人はね、まあ、なんかいろいろ、あれはどうやって見ました？ワイドショーで見た？それともリアルタイムで？私は後ほど YouTube でノーカットをちょっと早送りでバーッと見ました。はいはい。はいはい、2倍速で全部見ました。なるほど。率直なところどうですか？どうだったですか？いやー、まあ非常に反省してたんじゃないでしょうかね。うんうん、かなり汗もかいて、途中涙ぐんでたりもしましたから。ちょっと涙出し足りなかったね、ちょっとね。出足りなかった。あれ、本人ももっと出ればよかった。もっと出したいなと思ったんじゃないかな、あれ。あれ。もっと出したいというかね。もっと出ればいい、よかったな、みたいな感じ。あったような気がしないでもないけどね。そうですかね。でもなんか、最近もリポーターの人がなんかもう、ほぼ女性が傾、あれはテーマがやっぱ不倫とかだからなのかな。はいはい。ほぼ女性が、まあ、ああいう囲み会見だったけど。はいはいはい。囲むみたいな、要するに原田龍二方式？はいはい、そうですね。はい。感じになって、そのリポーターについてはどうだったですか？うん、リポーター、特にそんなには何も、うん、リポーターに関してはそんなになんか印象はなかったんですけど。でも、リポーターのなんかその、まあ、ゲスさじゃないけど。あ、はいはいはい。要するになんだっけ、いや、あれはでもよく聞けたな、あんなこと。ね、佐々木希さんの、みたいな綺麗な人がいるのになんでやってしまったんですか、みたいなね。あれ、ちょっと、そういうことネットとかで言ったりとか、はい、会社とかで言うよ、そういうことは。はいはい、言うけど、はい、もう、本人にぶつける必要としてはさ、ねえ。そうですね。だって、ね、あれだって結構逆差別発言じゃない？ある意味、まあ差別、なんか、よく考えたらおかしいじゃない？
はいはい、そうですね。はい、それってね、その、はい、公の場所で言うに、言うことだとしたらおかしいよな。はい。じゃあ他の人はいいのかって話だな。そうですね、そうですね。その、不細工な奥さん、嫁はんだったらいいの。昔のベテラン漫才師がやり取りするような、ねえ。ブサイク、ね、ブサイクといえば君の嫁はんっていう、そのカウスボタン師匠がいるような中の、奥さん、名作ですね。あの漫才ね。だったらいいのかって話になるよな。はいはいはい、そうですね。あれは、やってて、いやー、あれだったな。だから、渡部くんがかわいそうに思った？どう？いやいや、正直ちょっと見てて、僕はもう、ゆりおかさんからも散々、まあ、お話聞いてますし、うん、はいはい。で、まあ、いろんなね、渡部さんを知る人のいろんなコメント、まあ、田上さんしかりですけれども、そういうのを踏まえると、うん、まあ、ちょっとこう、芝居がかってるかなっていうのは、ちょっとやっぱ思ってしまいましたよね。これ意外とアンジャッシュっていうのは、まあ、コントしかずっとコント一筋やってきてね。そうですね、はい。それこそ、まあ、爆笑オンエアバトルで初めてコントのコンビで優勝チャンピオンしたのかなっていう意味で、はい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 、コントのすれ違いコントイコールアンジャッシュみたいなことで評価は高いんだけど、意外と役者仕事は小島さんなんだよね。あ、そうですね。小島さんが、割とドラマとか、活躍されてますもんね。仕事で、渡部くんは、まあ、あんまり、演技の方向には意外と行ってないんだよね。確かにそうですね。だからもしかしたら下手なんじゃないか、あいつ。演技。もしかしたら。そういうことでしょうかね。意外、オファー来てないってことは。はあ。まあ、バラエティのね、イメージがつきすぎると来ない。でも、はい、小島さんだってバラエティのね、ああいう。まあそうですね。小島だよなんていうのは、うん、なんか役者からするとね、役者イメージからすると、なんか、ちょっと、そんなにね、なんか、はい。ちょっとだけ邪魔しそうなイメージするけどな。はい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 。そうそうそう。だから、下手なんじゃないか、もともとあれ。ちょっと分析はちょっとまだ私もしきれてないんですが、うん、演技のうまさについては。いや、でも、ああいう時は、あとは今日朝見てた、フワちゃんがコメンテーターやってるでしょ、今。はいはい。ちょっとたまにやってますね。はいはい。番組の、TBS のね。はいはい。志らくさんとか、あとは論文のあつしさんとかも出てるけど。はい。フワちゃんに言われてたのが、まあ、すごいもっと、ね、何でもバラエティでいろんな振られたことに関してさ、もううまく切り返して、もう、相手のね、こう言ってきたところは、そんと、まあ、突っ込み、もちろん突っ込みもするし、こう、弁が立つじゃない。どちらかというとさ、はい、なのに、ボキャブラリーが少ないねって言われてましたね、フワちゃんに言われちゃうんですね。で、フワちゃんがね、コメンテーターって立場になるとね、笑っちゃいけないニュースとかを取り上げるじゃない？はいはいはい、そうですね。この辺になんかワイプで出るじゃない？なんかこういうとこで。はいはい。あれって絶対真面目な顔してなきゃいけないじゃん。はい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 、はい。だからあれ、向いてないね。いや、そうですね。だって、フワちゃんのそういう顔をまだ見たくないと思わない？はいはいはい、確かにそうですね。早いんだよね、コメンテーターになるのがね。はいはい、確かにそうです。ハリセンボンの近藤さんね。はいはい。もう思ったんだよね、俺大好きだったから。あー、こう、スッキリの出始めの頃ですね、確かにそう思いました。もう、はい、もうそっちの方になってて、いや、俺もそういう仕事来たらそれは、もう別に断らないし、わかるんだけど。はいはいはい。なんか、何かを失うような気がするね。キャラクターによっては。そうですね。はいはい。なんか、お笑いタレントという立場で言うと、うん、ちょっと何か変わってしまいますよね。フワちゃんはだから、お笑いタレントというよりも、なんかその、もう、明るさとかテンションとかさ、それこそ、タメ打ちとかさ、うんうん、そういう感じじゃない？そうですね。だけど、その、格好はいつものあの格好なんだけど、はい。やっぱそういう真面目な、絶対神妙な顔してなきゃいけないじゃん。うん、はいはいはい。だからワイドショーこそ実は演技いるんだよな。あー、そうですね。ああいう顔、美味しそうなものをリポートしてるときは美味しそうな顔しなきゃいけないって、一番逆に気使うもんね。はいはい、確かにそう言われればそうですね。みんなそんなものすごい、そんな美味しい、人が美味しいもの食べてるときに、そんな美味しい顔してるかったらしてないよ。俺なんか大体こんな感じですよ。うん、はい。
まあまあ、そんなにね、顔の表情っていうのはね。目の奥の、目の奥が笑ってないって大体言われるわけですから。だから、たまにこれ、笑うのだってこれ無理やり笑ってますからね、これこうやってね、これね。無理やり。みたいな。写真も大体こうやって撮ってますから、あーみたいなね。嘘の顔ですからね、大体これね。嘘の顔っていうか、まあ、仕事の顔っていうか、はい、本当のプライベートの時って美味しかったりとかしても、俺リアクション薄いなと思う。だから、うちの奥さんに一番俺は感謝してるのは、はい、うち、だいたい女性ってそういうの割と美味しいとか楽しいとか嬉しい時にリアクションって大きい人が多いじゃない。まあね。そうですね。はいはい。大体ね。まあ男性もいるよ、もちろんいるけど、はい、女性の方が多いし、可愛いじゃない。だから、その、恋人とか結婚相手とかにもそういうさ、自分がじゃあ何かこの人のためにやってあげたことにすごい喜んでくれるとか、まあ簡単に言うと美味しいって言ってくれるとかさ、はいはいはい、それを表情とか、まあ言葉ももちろんだけど、その伝える、ね、実に何度言って楽しいとかさ、はいはいはい、そういうのって伝わらない方、あ、絶対伝わった方がいいじゃん。そうですね。はい、お互い。はい。こんなに伝わらない人でよく結婚したなと思ってる時あるもんね。だからねいや、思ってんだよ。だから思ってるけど、感じてくれてたらいいんだけど、その、顔は伝わってないね、多分。はいはいはい。そのプライベートのね。はいはいはい、そうそうそう。もう、本当の、はい、もう、中身という意味で言うと伝わっててほしいんだけど、でも、顔で言うと、ま、美味しいね。うん。美味しい。あ、これでもちょっと今、意識してるね。もっとあれだな、下も向いてるし、なんか。でも、全然気にせずに、喜んでくれてるから、それについて、ちょっと何、もうちょっと喜んでよとか、なんかちょっとリアクション薄くないみたいな。はい、もうちょっと楽しんでよみたいなことはないんですね。みたいなこと言う、はい、言いたくなると思うけど、本当にそれ思うね。それについてに文句を言わないってことに関しての、感謝ありますね。本当。見てくれてるといいですね、この YouTube。いや、見てくれてるとは思う。だ見ていや、何て、見てくれてるか言ってんだよ、お前。見てるから言ってんに決まってんだろ、うちの姉の話といい、見てるから言ってんに決まってんだ見てない話してどうすんだよ、お前。そんな。あと、渡部は見てないからな、これ絶対。あれ見てないからな、渡部は。本当に。渡部さんはまあそうですね、見てないでしょうね。絶対見てない。俺の活動に1ミリも興味ないから、あいつ。うん、いや、そんな1ミリってことはないじゃないですか。 0.5 ミリもないよ、本当に。最近の一番いいバリカンの一番短く刈れるのが 0.5 ミリなんだけどな。まあそんなことはどうでもいいんだ、最近刈ったんだけど。いや本当にね、はい、渡部さんはね、まあやっぱりでも失敗なのかな。なんか松本さんがね、共演はしばらくないよみたいなことをあえてつぶやいたりとかね。はいはい、その前はワイドなショーでね、なんかネットで知ってたわって本人に言っちゃったよみたいなこと言ってさ、なんで松本さんがほとんどもう認めてんのに言っちゃいけないんだろうな、あんだけ強硬にね。そうですね、確かにそうですね。あれ不思議、まあそれは事務所とか、あるいはもしかしたらテレビ局との契約というか、そこは絶対にっていうけど、うんうん、なんかそのでももうダメだ、言えないんですって言ってんだから、リポーターももうそれで聞き、それはもうそれで納得しろと思うけどね。まあそうですね、確かに。はい、言えないって言ってんの、何、何回も聞いたら言うかもしんないって、これバカだと思われてんのかな、これな。同じ手を返しないか、まあ、手を返ってほど変えてなかったけど。はいはい。まあなんかちょっとこう、まあボロが出たらいいなっていうのがあるのかもしんないですけどね。わかんないですけどね。まあ女性関係ではね、ボロ出ましたけどね。そういうところではボロ出ない男ですよ。だからあんたたち騙されてたんでしょ。ねえ、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 ねえ。ねえ。そうでしょ。で、だからもう、本当になんか渡部アレルギーなんてのがさ、もうさ、ハッシュタグになってたりとかしてさ、もうやらないとか言うんだけど、はい、よく本当にそん、いや、だから、まあね、人のことに怒れるなってのもあるけど、やっぱり、いつも言うけど、芸能人の没落っていうか、凋落する姿ってのはもう、ある種ね、このストレス社会におけるエンターテイメントなんですよ。で、それ、そうですね、それが確かにそうなってますね。それがもう加速化してますね。で、それに、うんうんうん、それには、シュッとした見た目、ね、あるいはこう、清潔感、ね、綺麗な嫁とか、うん、幸せな家庭とか、ね、うん、まあ、鬼舞辻無惨もね、一見、まあ、幸せな家庭食いついてたんだけど、まあ、そうですね。浅草でね、歩いてる時に、まあ、そんなことはいいんだけど、だからそういう方が、やっぱ楽すればなんかちょっと鼻につくな、みたいなのが、こう、なんとなくあったとして、ある、まあ、潜在的にあったのかな。
だから、それだけのことでね、あの、俺のね、大切な同期をね、嫌わないでほしいんだよね。本当に。もうさ、そうですね、俺はちゃんとね、あの売れてない芸人をね、もう同期だろうが何だろうが完全に態度を下にね見るというね、明らかに怒る理由があるわけですよ俺には。まあ実害を受けてるわけですもんね。明らかにもうね態度が変わってあからさまにというね、で天狗でしたってとこあんまり本人認めてなかったね、あんまりね。あれ天狗じゃねえよ、お前は鬼だよ。鬼鬼だ、天狗じゃないよ、鬼なんだよ。渡辺さんも鬼の可能性がある。鬼なんだよ、ね、天狗かどう、まあ、天狗そう言われてみればまあそうだったん、天狗だと言われればまあ天狗ですか、天狗じゃ鬼なんだよ。何度言ったらわかんだよお前は。天狗なんていいもん、高尾山に帰れよお前、本当に八王子出身だから割と近いだろお前、本当に。なんか天狗だったからさ、なんなんだよ本当に。反天狗がね、いろいろ追いかけます。なんか本当にはもう鬼滅の話ばかり。まあ、とにかくね、もう渡部さんはでもどうな、復帰はだから大晦日しないのかな。なんかいろんな、まあ、なんかそうですね、今どっちなのかわかんない感じになりましたよね。ただまあ 行列もあるよね、行列ね、番組とかね、はい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 、ただ芸人さんっていうのはすごいうまいから、すごいいろんな意味でいじってあげるし、そういううまいことこれはなんとかこうね、これをもうまあある意味集中砲火を浴びせるじゃない、いい意味で愛情のあるね、はいはいはい、だから松本さんなんかもあれにコメントしてるってことは、やっぱあと、まあ、番組にね、やっぱりその本人が知らないにしてもいろんなスタッフで本当になんでこんなやつ呼ぶんだってことになるとさ、俺のこれは完全な想像ですよ、想像、はい、想像ですけど、こんなやつなんで呼ぶんだって人はやっぱ呼ばないと思うんですよ、はっきり言って、はいはいはい、どっかでゴーサインが出たというか、まあその納得したみたいな部分があったと思うんですけど、スタッフ側とかね、それってことでも完全にもう出演者が完全にノーというような人選は呼ばないと思うんですよ、やっぱり。そうですね、そうですね。ってことはやっぱり他の人とかにやっぱり好かれてたというか、ある程度認められてたんだろうな、タレント的な実力とかその対応的に、可愛い、まあ可愛いじゃないけど、そのね、このやいのやいの言い合えるっていう関係で、はいはい、まあ、実力があるのはもちろんだけど、その人間的にも別にそこまでタレントさんには嫌われてなかったんじゃない、だって宮迫さんがね、やっぱりなんか佐々木希ちゃんに結婚をなんか進めて、なんかいろんな人はやっぱ反対する人もいたけど、なんか俺が進めたんだみたいな話を最近されててね、はいはいはい、やっぱり、まあ、稼ぐだろうし、ちゃんと芸人としての腕もあるし、なんならやっぱりいいやつやからなとか言ってて、宮坂さん、その全部その最初の方がいいんですけど、いいやつではないです。いや僕にとってはそこだけはね、いいやつではないです。自分が認めたというか、ここまでじゃないっていう人に関してはいいやつではないです。でもそれは何度も言うように、芸能界の厳しさ、俺の言ってることが甘っちょろいんだよ、これが甘っちょろいんだよ。言うのか、お前。まあ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 、これはね、前からおっしゃってますね。人がいいとか、人間的に優れてるとか、そういう世界じゃないんだよ、芸能界では。なんだと思ってんだよ、言ったよ。ね。そんな甘っちょろい世界じゃないんだよ。だから、あ、いろかさんよかったですね。なんか、没落して、いい気味ですね。とか言ってる人がいる。それ全然違うからな。そんなもの。もう、こんなこと言ってるようじゃダメなんですよ。本当に。ね。それは甘い世界、甘っちょろい人も、あんたたちは私の小手先のテクニックで笑ってね、楽しんでるかもしれないけど、本質は全く見えてないんだよ。ね。あ、俺はちょっと渡部のこと医療科から聞いてちょっと分かってるな、みたいなことで、それも大間違いだからな。俺の本当の気持ちなんか言ってると思ったら大間違いだからな。でも、さっきの嫁への感謝は本当だよ。いや、本当に。あれは本当だよ。ね、本当に。いつも美味しい、いつも美味しい料理ありがとう。本当にね。いつも顔がノーリアクションでごめんなさい。いや、本当にね、まあ、そういうね、まあ、いつも言うようにね、本当に嫌いな人はね、これ、不思議なもんでね、話さないんですよね。うん、そうですね、取り上げることすらね、本当はしてないわけですからね。そう、だからどっかでやっぱり、あるんでしょうね。だから本当に今、渡部くんにちょっと会いたいもんね、俺ね。あ、そうですか。はいはい。会ってすごいもう、冷たくされたいですよね、やっぱりね。相変わらず。冷たくされたいです。
いや、大変だった。あえて。いや、大変だったね。だって、大生なんて声かけるかって話でしょ。もし偶然会っちゃったらさ、なんかわかんないけどさ、高級住宅街かなんかで、偶然なんかあいつが犬かなんか連れてってさ、俺がたまたま会っちゃったらどうすんの、これ。そうですよ。とか言って、見たよ、とか言ってさ、大変だったね、とか言って、お前に言われたくないよ、お前に何言われたんだ、帰る帰る、ペッ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 って言って。うん。よくなんか、あいつによくあったら、唾かけられたことあった、昔よくなんか。あった、それなんか。最悪の過去ですね。ありました、ありました、本当に。あの、ね。いや、だけどね、まあ、そういうね、いろんな思いは、ありますけど、どうなるんでしょうか、本当にね。まあそうですね。年末のガキ使うね。ちょっとまあ、確かに気になる感じにはなってきましたけどね。もうこの状態になると。うん、なんかアメトーークにね、代わりになんか、その夜中なんか食べちゃう芸人とかでね、03の飯塚くんが出たら、割とこの、要するに太ってないね。はいはい、はい。シュッとしてる、こう、なんかいろいろ食にもこう、要するに渡部くんが出るね。はいはい、はい。ような役を、はい、飯塚、まあ同期だけど、まさにね。はいはい、はい。これまた同期ですけど、やったらすごい評判がいいとか言ってたもんね。この飯塚くんというのはね、これね、またね、これも本当完全な同期なんですけど、全く。はい。渡部が途中から入ってきた同期だけど、これまたね、ある意味ね、芸能人っぽくない人なんですよ。あ、そうですか。はい。今やもう日本一のコント師というね、立場がはっきりしてるから、CM に出たりとかドラマに出たりとかして、もう。はいはいはい。それこそアメトークで取り上げられたりとか、個人がね、はい。ピックアップされて、やっぱりその辺が伝わってきてるけど、はい。まあまあ、もちろん、ネタ作りって意味でももう一番のブレーンだしね。東京、はいはい、東京ゼロの。だけど、なんかいわゆる芸能人っぽくない人なんですよね。だから渡部くんとは、渡部とは割と逆かもしんないな。親しみやすいとか、そういう庶民的とかそういう感じでしょ。庶民的というか、なんか、いや、なんか芸能人特有のなんかギラギラ感というか、その、なんか、いや、タレントっぽい感じでのし上がってやろうっていうのが、そんなにないタイプ？はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。お笑い、はいはい、お笑いは大好きだけど。はい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 。うん、で渡辺君は割とタレント、要するに FNS 歌謡祭とかね、ああいう歌番組の司会をやったりとかね、森高に謝れ、はいはい、森高に謝れ、本当に。で、森高のことになってエキサートしちゃうから、森高に謝れ、森高に。で、そういうタイプじゃない感じだけど、はいネタを突き詰めていったら、みんなの評価がじわじわ変わっていって、はいはいはい、そのいろんな波及して、だからクイズ番組にどうこうってパネラーをやったりとかね、なんか、はい、そういう感じじゃなくて、ネタだけやってて、こう、いけたらいいなって一つの理想系。はい。だから、やっぱくしくもあれですよ、ラーメンズですよ。ラーメンズみたいな、ね、我々ほぼまあ同期というか同じぐらいにやってたから、小林健太郎くんがね、はい、まあラーメンズなかなか最近活動してなかったですけど、ね、芸能活動というかまあタレントさん表舞台を休止したでしょ？はいはいはい、はい。あれな、まあ、あそこまでちょっとテレビを完全に、まあテレビにね、全く出てないわけじゃないんだけど、ラーメンズもさ。はいはいはい。だけどまあもっと舞台寄りだったでしょ？そうですね。ラーメンズってのはもう舞台、演劇というかまあなんていうかその中間、要するに、まあね、本当に自分たちのライブだけでも大きな箱をソールドアウトしてね、はい、ちょっと、はいはいはい、ラーメンズの DVD ボックスかなんか部屋に置いてるとちょっとおしゃれだな、みたいな時代があったわけですよ。高円寺に住んでる女の子ですか？高円寺に住んでる女の子はね、勝手にあの部屋の中割とリフォームしちゃう感じね。無限堂でいろんななんかいろんなか、いろんな色のなんか貼ってね、なんかこうカバーとかかけてこういろんな自分の今日、アメリのポスター貼って、そんなことはどうでもいい。とにかくね、そういう人たちからすると、なんかシンプルなね、感じの、シンプルなボックスに、憧れたな、シンプルなボックスに。これ、いやだから、ちょっとおしゃれなんですよね。だからちょっとまあ、ゼロさんとかと一緒にね、やってるような時もあって、ゼロさんというかアルファアルファの時にね、はいはいはい、まず一緒、まあ、大倉くんっていうね、共通のまあ、なんか、共通のというか、作家でね、今売れっ子の、はい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 、彼なんかもいたし、まあ、バカリズムとかね、はいはいはい。そう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 、そういうところで、まああんまりだからラーメンズみほどまあおしゃれ度というかなんかその辺がちょっとこう、尖りすぎない感じだったんだけど、03っていうのはね。はいはい。なんか、だけどまあ今いい感じのところに着地してるよね。
そうですね。コマーシャルもね、本当に多いですし、はい、ドラマも多いですしね。まあ、片桐くんなんかはね、ラーメンズでもちょっと、もうちょっとタレントというか俳優さんのね。あ、そうですね。感じで柔らかい感じで、はい、小林健太郎なんかはやっぱり、みんなが楽屋で、なんかいろいろバカっ話してる時もなんか文庫本読んでたもんね。あ、そうですか。もう、新潮文庫の100冊読んでましたよ、本当に。多分違いますけど。そんな人いないよ。いや、そんなことしたら普通突っ込まれるじゃん。何読んでんだっつって。はい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 。そうですよね。我々の頃なんかその週刊実話とか週刊大衆とか浅井芸能しか読んでないですよ、楽屋で。そんな時代でもない。楽屋で読むものといえばね。そんな時代でもないわ、それお前。そんな。ね、だから、やっぱりその、ちょっと、ショックだったって。立花くんなんかラーメンズやっぱ印象ありますか、うん、僕はもうオンバトのイメージですね、ラーメンズさんはもう。だから一番オンバトでネタが見れたんで、ある意味テレビでね。はいはい。で、僕はまあその当時はその東京に住んでなかったので、うんうん、こっちのライブとかは見てないんですよね。だから要するに、だからもう大阪からは一番遠いんじゃない？なんかそうですね、そうですね。ラーメンズの空気感って。はいはい。いわゆるコテコテのお笑いじゃないので、やっぱり、うん、オンバトで見てなんか斬新さというんでしょうかね。そういうのを感じたのは思い出としてありますね。芝、ね、シュールというかね。はい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 。シアター D って、まあ今の、まあ、今もまた閉鎖してたけど、その一番最初の、渋谷の、まあね、センター街の奥にあった時の、まあ、80人ぐらいしか入らない時かな。はい。単独ライブ、うちの妹と見に行きましたよ。はいはいはい、そうですか。はい。したらいきなりなんかオープニングの方で、もうなんか片桐くんがなんか首吊りをなんかしてるみたいなスタートなんだよ。なんかわかんないけど。はいはい。最初のコントというか。最初の方が。はい、そんな怖いことないじゃん。で、あの顔だからさ、また片桐くんがまた死体の顔がよく似合うだろ、わかるだろそうですね。はいはいはい。あの顔がさ、今はもう今綺麗な奥さんとかね、いろんななんか、いろんな方とも噂になりましたけど、やっぱりそのね、最初はなんか気持ち悪いみたいなこと言われてたから、はい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 。そんなイメージで見に行って、で、ね、9点と、9点になる前か。はい。単独ライブ、言霊2分の1もね、なんか、それぞれ見に来てくれたこともありますしね。はい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 。いつも俺ラーメンズに憧れてこの世界入ったって言ってますから、ね。ちょっと先輩なんですけど、目標がちょっと失っちゃいましたね、ラーメンズさん。そうなんですよ。なくなっちゃいましたね。もうラーメンズロス、もうラーメンロスと言ってもいいでしょうね。そう言っちゃったらもう大きな間違いになっちゃいますけど。もう間違えられてもいいです。ラーメンロスと言ってもいいでしょうね。ラーロスと言ってもいいでしょうね。ゆりおかさんもラーメンズさんに入るか、バナナマンさんに入るかっていうことを目標にやってきたわけですよ。そうですね。大倉くんが私のライブ、付き合ってたとか、手伝ってくれたんですけど、一回もそちらの方には誘われませんでしたね、やっぱりね。そちらの感じには、やっぱ、絶対違いましたね。なんか違う。ただやっぱり、色川さんやっぱり一人でやった方がいいんじゃないですかって、途中で突き放されましたからね。本当に、いつの間にかあんなになっちゃいました。いや、まあ、それは全然いい距離感でね。いいんですけど、だからまあ飯塚とか回ってなんか裏方に回ってね、まあ作家活動とかまあ今も、はいはいはい、今までもねそういうことやってたし、でもねパフォーマーとしてねいろんななんか海外でやったりね、そうですね、フランスとかでやったりとかしてましたよね、やったりとか、いやそういうのは結構意外と見てましたよ、そんな NHK、はいはい、NHK とかでね、やったりして、だからまああんまりそのみんなとその芸人界当時のああいうタイプだからすごく社交的だったっていうタイプじゃないと思うんだけど、当時のね、はい、芸人界としては、はいはい、だけどやっぱりなんか俺はね個人的に割と好きでしたね、全然っていうのタイプはね、まあ本当はだって俺シティボーイズさんにね憧れて、はいはいはい、そうですね、はいはい、ゆるかさんはね、はい、入りましたからね、だからああいう流れがやっぱあるし、まあ、03なんかもね、やっぱその影響というかね、はいはいはい、それは受けてますけどね、本当に、だからまあ、同じような時期にね、やってた人が、なんか、くしくもね、いろんな、なんか、ね、渡部君はあれだし、ね、ね、ラーメンズが、まあまあ、だからグループ的にも一応これ解散ってことになるのかな、とりあえずね。
まあそうですね。もうラーメンとしての活動はもうないわけですからね。はい、そう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 。そういうのもあるから、なんかちょっと、考えさせられというか。そうですね。激動の、まあ2020年ですね、本当に。そんな感じになりましたね、本当にね。はい。じゃあまあちょっとね、今週はこんな感じにしましょうか。というかもう、単独ライブがね、もう近いんで。はいはい、そうですね。12月のもう12日ともう、ね、もう1週間後ですよ。もうね。そうです。はい。もうすぐです。もう12日と13日。はい。新宿は御苑サウンドで、ね、有観客でもやらせていただきますね。限定20名ですけども。まだちょっとチケットあると思います。土曜日に来てくれると嬉しいかな。なんとなくですけどね。はい、15時と19時。で、13日は配信もあります。PTX でね。はい。こちらの方はね、全国で見れますので、2000円ですね。はい。というような、はい、感じでございます。はい。まあ、だからちょっと、ね、もうね、勘の言い方気づいてると思うんですけど、もうテーマとかね、この話題でね、面白いこととかも言いたくないんですよね。本当に、だからちょっと真面目な話でね。本当に、まあ、真面目なっていう話もないですけど。そうそうそう、そういうことで。はい。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、今もう、4400ぐらいに、なんか340ぐらいか。なんか、結構、はい、なんかね、割かし。ちょっとずつ、はい、ちゃんとちょこちょこ伸びてますね、はい。言っておりますのでね、ぜひチャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい。はい、ということでね、ライブ前にね、ちょっと一回、もしかしたら、ね、更新できるかなということで、はい。またちょっと次回もリモートだとは思いますが、はい、はい。お届けします。はい。医療課長特急と、妹で立花でした。ありがとうございました。